マイクがあ、マイクじゃない、マスクね。マスクが、えー、コロナウイルスの感染症に効果があるのかないのか問題が、えー、結構勃発してるみたいなので、えー、私がちょっと調べてみたところをですね、お話ししたいと思います、えー。これはですね、吉田製薬という製薬会社の、えー、出してるホームページで、ワイズスクエアというところがあって、 そこにですね日常的なマスク着用による感染予防効果についてというですね、えー、研究を調査をまとめたものがあるんですよねでそれによるとですねマスクによってこれは場合はインフルエンザなんですけれどもインフルエンザの予防効果っていうのはあんま期待できないよっていう、えー、ざっくり言うと結果になってるわけなんですねで、えー、なんでかってとこなんですけれどもあの感染してない人が マスクをして、えー、感染予防になるかっていうところは、えー、あんまならないとだけど、えー、インフルエンザのウイルスに感染してて発症してる人が、えー、マスクをするとその周りの人にうつしてしまう、えー、リスクっていうのは軽減されるということなんですよね。でえー まあ、さらにですねこれはまあ私の考察なんですけれども今回のコロナウイルスの感染症に関にする肺炎に関しては、えー、潜伏期間が長いんですよね。ですんで、えー、潜伏期間が、えー、いいんですよね。 潜伏してる場合ですよね発症しないでその場合って自分がかかってるかどうかがわかんないわけなんですよねでその人っていうのはいつ発症するかもわかんないとだから私も今全然症状ないですけどもしかしたら感染してるかもしれないとでいつ発症するかわからないわけですね例えば満員電車の中でいきなり発症して私はいきなりごほうごせきし始めたりとかですねくしゃみし始めるとでその時にマスクをしてない状態になりましたとなった場合結構危ないですよね そういう意味で、えー、症状は出てないけれども自分がもしいつどこかしらで、えー、発症し,めしてしまった場合周りにこうウイルスを拡散してしまうかもしれないとでその場合は、えー、そのリスクを、えー、下げるために症状はなくてもマスクはしましょうっていうそういう論理っていうのは働あ,のありかなというふうに思うんですよね。 そのマスクをしても効果がないのかってところの、えー、検証が行われてて、えー、インフルエンザウイルスの場合ですけども、えー、くしゃみとか咳とかで、えー、飛沫で感染する場合っていうのも一つあるんですけど、えー、と空気感染っていうのはですね空気感染というのはどういうことかっていうとですねこの感染してる人の息ですね息、吐いた息の中にもうウイルスっていうのは入っちゃってるんですよね。だその息を、えー 感染者の息を吐いた息を吸っちゃった人がもう感染しちゃうということなんですねですのでこのマスクのきめ細かいマスクの、えー、中にこのウイルスがですねこう通過しちゃうわけなんですね息が通過しちゃうのと同じような感じで、えーね、ウイルス感染者がマスクをしてたとしても、えー、その息はそのマスクを通して、えー、通過しちゃうわけですよねただ,ただくしゃみとか鼻水とかですね えー、咳とかで、えー、それによっての勢いよく出る状況っていうのは抑制されるんで、えー、予防効果が働くということが言えるんじゃないかなというふうに思うんですね、まあ。コロナウイルスの場合はどういう、えー、空気感染するのかどうかがまだ分かってない状況なんですけれども、えー、6例目の、えー、感染者で日本人初めてで、えー、見つかった、えー、ドライバ,ーバスのドライバーの方は。 業務中はマスクをしていたというふうに、えー、厚生労働省の会見をされた方はおっしゃってたわけなんですね。でもしそれがです、ね、本当なのであれば、まあ、マスク取ったりとかしてない状態でですねであればですね感染しないはずにもかかわらず感染したということで空気感染してんじゃないのかなというふうなのは私は個人的には思いました。ですんでです、えー、そういうい意味では まあ結構危険だなという感じは、えー、しますよねただ、あのー、今のところはですねそんなに弱、えー、強毒なウイルスとは、えー、考えられないわけで、ね、SARS とか m ー r s と比べるとそこまで、えー、強毒ではないと、えー、致死率今のところ3%ぐらいだというふうに言われてますので、えー、SARS で 10%MERS で20%でしたっけ致死率がそれと比べるともう3分の1とか6分の1なんですよね でですんでそういう意味で言うとそこまで、えー、今のところはですね、えー、怖がる必要はないのかなというふうに思います。えー、どちらかというとインフルエンザと同じぐらいの、えー、怖さというふうに考えていいんじゃないかなというふうに個人的には思っていますので、えー、そんなに何、えー、て言うんですかね敏感にならなくて、えー、いつも通りの、えー インフルエンザの流行ってる時期と同じような生活をするということが、えー、大事かなという思うんですよね。で、なんでこういうことを言うかっていうとですね、えー、いろんなですね便乗商法みたいなところが、えー、あると思うんですよね。マスコミで、えー、例えばですね、こういうものを食べると、インフルエンザのとかコロナウイルスの予防になりますよとか、これを。 身につけておくとインフルエンザとかコロナウイルスの感染症にかかりづらくなるところですよとはですねえこれを部屋に置いておけばウイルスは排除してくれますよみたいなそういう商品とかですね食べ物とかを紹介して物を売りつけようとするっていうところがえ働いてくる可能性がありますし あとはもう今もうう今すでにそういうのはあるかもしれないいですねでそういうものに手を出さないようにしていただくためにも、えー、冷静に判断していただいてあまりにも怖がりすぎないで、えー、いただいたらいいのかなというふうに思いますですので、まあ、マスクが、えー、ないのであればですね、まあ、しょうがないんで、えー、咳エチケットあの風邪の,の症状がある場合は必ず咳エチケットをしていただいて、えー、私のおすすめは、まあ、手洗いと。 あとはアルコール消毒ですねアルコールの消毒面で指先をくまなく拭くと手を洗うタイミングで手を洗ったらそれで拭くというものがおすすめですかねあ少々お待ちくださいねそうパックされてるですねパックされてる消毒面っていうのがあるんですねこういう。い こういうやつですねこういう,のこういのこうういやつですこういういので、えー、殺菌消毒面ということで、えー、おそらく薬局薬店で売ってると思いますのでそういうこういうのをですね購入していただいて、えー、外出の時とかに何、えー、か触っちゃったなって時はこういうので拭くとかですね 食事の前に手を洗った後こういうのでこう消毒していただくというのが感染予防にはとても効果的だなというふうに思いますしエビデンスもいろいろありますのでアルコール消毒が効果的だというエビデンスは結構ありますので。ということで。 えー、一応今私が、えー、参考にさせていただいた論文に関しては、えー、こちらの動画の説明欄に貼っておきますのでぜひともですね参考にしていただいて、えー、冷静に対応していただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。